稼働朝のコーヒーを飲んで動機聞いてます。そこから20時に自宅に着いてゆっくりと休んでからいろいろ夕食の支度とかしております。お風呂は2日に1回、スカルプDシャンプーで発毛を試みております。年齢になると集中力、耐久性が昔より上回ってきますね。2日連続のもやし料理です。なるべく健康に良い食材を使います。今日の朝は1回断捨離をしましたね。そこから稼働、そこから帰ってきて、読書、夕食の準備、お風呂、また読書、あと動画の撮影とサムネイルの作成です。まあ、あとそれ終わったら寝る前に編集ですね。今日一日は1年動画を作ってきて、まあ長かったですね。もうあっという間に1年かと思いました。やっぱり YouTube って難しいですね。もう動画を引退することはないですね。いろいろ試行錯誤、いろいろジャンルを勉強して、やっていく所存でございます。足りなかったのはパンツですね。パンツ、これはセブンイレブンで買ってきました。ちょっと高かったですね。今日はお風呂の前に冷たい冷水で顔を引き締める。顔を冷水につけて気合を抜いてますね。バシバシと顔が引き締まります。気合というか、やる気を促す感じですね。やることがあるんですね。あんまり肌のケアはしないんですけども、ちょっとね、肌が荒れが気になりますね。汚いですね、今日はね。ちょっと片付けようかと思いました。こんなね、環境じゃ全然集中できないので、さっさと片付けます。夜の、仕事ですね。仕事というか、まあ、雑用ですね。まあ、ここからおこたで温まって、まあね、読書って感じで、結構読書をねずっと夢中になっちゃいますね。そんな感じで、まあ2022年気合い入れて、精進しますのでよろしくお願いいたします。2022年2月で47歳になるどん底です。まあ本当に1年ですね。動画を始めて本当にね、紆余曲折ありました。でもまだ、まだまだ元気なので